好き嫌いなく何でも食べられるかな。僕はお魚だってお肉だって野菜もパンも牛乳も何でも食べられるよ。すごいでしょ。お魚大好き。お魚お肉も大好き。お肉好きな人は肉好き。野菜もパンもパン牛乳も牛乳大好き。僕たち大好き。大大大好き。だけどたった一つ、たった一つだけ嫌いなものがあるんだ。お母さんは食べなさいって言うんだ。僕ピーマン嫌い、大嫌い。この中にもピーマン嫌いな子いる？ピーマンってさ、変な匂いがするでしょ。食べると苦いでしょ。辛いでしょ。他のもの全部食べれば一つくらい食べなくったって大丈夫だよね。僕遊びに行ってくよっと。じゃあね。嫌われちゃった。くすい、くすい、悲しくなっちゃうよ。ウィーウィー。ピーマンさん、ピーマンさん、そんなに泣かないで。私たちのような赤や緑の野菜を食べないと丈夫な子になれないのよね。そうですとも。肉や魚を食べるときには野菜も一緒に食べた方が体にいいんですよ。ピーマンさん、そんなに泣いていたのではますます嫌われてしまいますよ。さあ元気を出してくださいよ。ありがとう。みんなが寝ている夜のことです。あ、誰かがやってきましたよ。お化けかな。いやいや違うようですよ。泥棒さんでもなさそうです。おいらはどこ行ったわいき。野菜嫌いの子供はいないかない。てて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 てやさい嫌いの子供の喉をめがけてすれー。あー痛い痛い痛いよ。喉が痛い。バイキンめ、ピーマンマンが相手だ。それピーマン光線だ。ピーマンパンチだ。グリーンマントのピーマンマン、ピーマン光線ビュワー。やったな。いけー、ピーマンパンチだ。ピーマンキックだ。やられてばっかりだ。バイキンバイキン、やっつけてしまえ。辛くてしみれちゃう。臭くて目が回る。これはたまらん。わあ、バイキンが逃げ出したぞ。すごい、ピーマンマンって強いんだね。僕少しピーマンが好きになっちゃったね。みんなもそうでしょ。
うひょ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 う、おいらは腹痛バイキンマンだぞ。好き嫌いする子が大好きなんだ。好き嫌いする子は誰だ、お前か、お前か、お前もそうか。好き嫌いする子のお腹が目がけてそれ、お腹が痛いよ。腹痛バイキンめ、ピーマンマンが相手だ。何よ、こっちは天下のバイキン様だぞ。ピーマンマンなど怖くはない。それけやれいけバイキンキー、ゴリマンとのピーマンマン、ピーマン光線ビュワー、何ですか、ピーマンパンチだ。まだまだ無敵ピーマンキックだ。バイキンバイキンやっつけてしまえ。払いたバイキンも逃げてった。ピーマンマンって本当に強いんだね。僕もピーマンを食べたら強くなれるかな。なれるとも。好き嫌いしないで何でも食べるとバイキンなんかに負けない丈夫な体になれるよ。お魚大好き、お肉も大好き、野菜もパンもピーマンも僕たち大好き、大大大好き。はい、ありがとうございました。グリーンマントのピーマンマン、ピーマン嫌いだったけどちょっと好きになったこと言う人はいますか。あ、いたいたいた。さあ君は偉いわ。うん、ピーマン食べてね、ピーマン体にいいよ。浜でね。それではですね、ちょうど時間となったみたいです。親父の会、またどこかでお会いすることがあるかもしれません。その時は気楽に声かけてくださいね。はい、今日はどうもありがとう。長いこと聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。